皆さんこんにちは、パツロ必勝本の嵐です。この動画ではセイントセイヤシリーズの最新作セイントセイヤ冥王復活の重要な情報をいち早く私嵐がお届けさせていただきます。またこの動画では3種類の視聴者プレゼントもご用意させていただいております。動画の最後では応募方法とキーワードを発表させていただきますので、ぜひ最後までご覧になってください。今回のメニューはこちら。まずはスペクターバトル敗北時のモード移行率です。まずはスペクターバトル敗北時のモード移行率から解説していきます。モード移行率は全設定共通となっておりまして、スペクターバトル敗北時は 25% 以上の割合でモードアップが期待できます。さらにセイントラッシュ当選まで下位モードへの移行、いわゆる転落は存在しない形となっております。そしてこちらの表から推測できる要素としましては、スペクターバトルに連続で敗北している台は敗北していればしているほど上位モードに移行している期待度も高くなると考えられますので、狙ってみる価値があるんじゃないかなと思います。ここでスペクターバトルに関して1点補足させていただきますと、スペクターバトルは3戦勝利してセイントラッシュに突入するという流れが基本となりますが、1戦目や2戦目でも勝利してセイントラッシュに突入するというパターンも存在しますので、まあそういったパターンが来たらガッツポーズの瞬間じゃないかなと思います。続きましては直撃セイントラッシュ抽選の詳細です。直撃セイントラッシュは押し順ベル成立時に抽選が行われておりまして、モードごとに当選率が異なる形となっております。基本的には上位モードほど当選率が高くなっていく形となっておりまして、 ST モードは565分の1と破格の当選率となっております。なお荒屋敷モード滞在時はモード不問で 668.7 分の1で直撃セイントラッシュに当選する形となりますので、やはり本作の目玉的なモードの一つと言えるんじゃないでしょうか。そして前回ご紹介させていただきましたゴールドエピソードなんですが、こちらは直撃セイントラッシュ当選時の4分の1で突入する形となりますので、あれあれこれもしかして直撃じゃないって思った際にはですね、ゴールドエピソードの当選にも十分に期待が持てる形となっております。以上が今回の解説内容となります。最後に視聴者プレゼントの詳細でございます。今回ご用意させていただきましたのはこちらとなります。どれもここでしか手に入らないスペシャルな一品となっております。応募方法は毎回動画の最後に発表されるキーワードを全て集めていただきまして、専用の応募フォームから応募していただく形となっております。詳細は概要欄をチェックしてみてください。今回のキーワードはこちら。次回は上乗せに関する詳細やアイキャッチの秘密についてお届けしていきたいと思います。ぜひご覧くださいませ。それではまたお会いいたしましょう。さようなら。上乗せ。